こんにちは、ケイトラです。今日は本日から開催されましたひらめきの劇場友禅の庭園第4ステージの時事無課金攻略をしていこうと思います。動画は2本立てというふうになっておりまして、まず最初難しい方の難易度からやっていきます。その次簡単な方の難易度をやっていくんですけども、2つ目は本当にフレンドキャラがチート級なので、そちら楽しみにしていただけたらなというふうに思っております。では早速1本目見ていきましょう。はい、パーティーは徳川綱吉の神化3体とエクリプスというふうになっております。このステージは基本的に1ターンで全ての雑魚を処理しないと蘇生されるふうになっているので、ここはね、割とねブロックが邪魔で全て触れることは難しいんですよ。なのでここはエクリプスと綱吉の友情を頼りに倒していきます。意外とこれがね刺さるんですね。友情が意外と刺さるんですけども、ここは正直抜けなくていいと思ってるんですよ。ボス戦が6ターンで即時攻撃ボス打ってくるので、ボス戦に入るまでに6ターン残していれば正直どんだけグダっても大丈夫です。ここはもう遊んどいて OK ですね。で、次に重要になってくるのがエクリプスの配置なんですけども、エクリプスは必ず画面の中央上ら辺に配置します。とにかく上ですね、上に配置しておきます。ここだったら全然 OK なんですけども、ここから友情コンボ拾いつつ倒していきます。で、このスフィンクスなんですけども、剣持っていなかったらワンパン乗ってないんですよね。なのでこのエクリプスの加速と他の綱吉の友情を拾って倒していきます。ここもさっき言ったように6ターン以内に突破できればいいので大丈夫です。はい、ここからがねちょっと難しいんですけど、スフィンクスは基本的に2パンがいるそうなので、ワクッドはワンパンですね。なので絶対2回殴る必要があるんですけども、それがねブロックがあることによってなかなか難しいんですよ。そこを解決してくれたのがエクリプスの加速なんですけども、これをうまく使って倒していきましょう。ここはできなかったですね。はい、こんな風に遊ばれてしまうんですよ。さらに雑魚も結構即死系の攻撃持っているので、早急に倒していきたいんですけども、今回も引っかかりましたね。はい、で次なんですけど、このショットは割と覚えておいた方がいいかなと思うんですけど、横カンから攻めるショットですね。カンカンと結構斜めで打ちがちなんですけども、こういうショットできたら割と倒しやすくなっております。で、もう雑魚処理さえすれば、もうあとは殴る必要ないですよね。友情コンボだけで倒せるぐらいの、もう低 HP になるので、HP じゃないか。かなり防御力弾の実は高いので、簡単に倒すことができます。はい、こちらはちょっと難易度高い方でした。次ね、簡単な方やります。こちらは、要するに茶番です。フレンドワーク刹那になった時点で茶番になります。友情コンボ、遊撃の L ですね。はい、こんな風に。これはもうおかしいんですけども、とにかく茶番になります。で、 4P の刹那なんですけども、これは先ほどのエクリプスと動きは一緒で上に配置しに行きます。そこだけは一緒ですね。もうあとはもう刹那に触れておけばオール OK みたいなとこあるんで。ただ次のステージですね、スフィンクスはまあまあ HP 高いのでワンパンできない状態です。ここは友情コンボ拾いつつね倒していくんですけども、今回は処理できませんでしたというところなので、処理できずに全然 OK なんですけどね。で、次、刹那を上に配置しに行きます。もうちょい上行きたかったんですけど、ちょっと重力の数が多かったです。右から、右壁反射で行けば多分行けたりですね。はい。本当にここはね、6ターン以上残っていればボス戦は、遅く入っても大丈夫なので、ぐだっても大丈夫です。はい、これ茶番ですね。溶けるんですよ。放電が強すぎるんですよ。多分次は倒せなかったと思うんですけども、はい、倒せなかったですね。で、こうなると、雑魚の攻撃に注意しましょう。残り2ターンで即死系の攻撃を打ってきます。即死だったかな。とりあえず雑魚も注意しながらですね。で、次に注意したのがボスの3の数字。これが即死攻撃だっていうふうに言っております。買いましたね。はい。ここですね。刹那最強なんですけども。
まあご覧の通り、刹那がいればもうぬるげになります。なのでフレンドに刹那が湧かない人は先ほどのエクリプスを使ってもらえればなと思います。他にもね、磁気配とかお量とかもいいんですけど、僕はやっぱスピードアップだった方がいいかなと思ったのでエクリプスを採用しました。あと全的衝撃波も結構強いのでいいかなと思いました。はい、そんな感じでございます。そこまでここは難易度高くないかなというふうに感じました。ブロック判定だけねちょっとめんどくさいんですけども、割と味方の共有所だけでも何とかなるので、皆さんもぜひお試しありということで終わります。チャンネル登録、ツイッター、フォロー、インスタフォローぜひお願いします。参考になりましたって方は高評価もお願いします。それではバイバイ。